都の城市のブロイラー養鶏場でトリインフルエンザが発生しました遺伝子検査で抗病原性の可能性の高いウイルスが確認されればおよそ3万9千羽が殺処分されますトリインフルエンザが発生したのは都の城市のブロイラー養鶏場です今日午前10時ごろ農場から 宮古の城家畜保健衛生所に診断ニワトリが増えていると連絡があり鳥インフルエンザの簡易検査を行ったところ陽性が確認されました PCR 検査で高病原性の可能性が高いウイルスが確認されればおよそ3万9000羽の殺処分と埋却など防疫措置が開始されます 国内での、えー、とシーズンとしては4月に熊本県で発生したという事例がありますので、まあ、少なくとも4月いっぱい、まあ、ゴールデンウィーク明けぐらいまではです、ねえー、緊張感を持って対応する必要があるのかなと思ってます県によりますと発生農場から半径1 0キロ圏内には117の農場があるということです県内では今シーズン11例の高病原性鳥インフルエンザが発生していて およそ88万羽が殺処分されています。